いしょ。今日はホテルです。今日はホテルなんですけれども、ちょっとこの後はちょっと10分15分だけ配信して、今日はちょっと配信があんまりできないんですけど、この後ちょっと幼馴染と約束があって、車からちょっと配信しようかな。もうちょっと今日はね、やばいね、体がバキバキだ、寒い。さすがに寒い。お着替えもせず、そうなかなかね衣装で配信できることないから、衣装のまんましたんだけど、あ、待って、服がないわ。服はマネージャーさんの部屋にある。新鮮でしょ、制服。ねえ、ちょっとさ、私服もらってきていい？ちょっと待っとって。取りに行ってきた。よいしょ。ふう。力が、力がない。こんばんは。一生苦労してください。一周って言ったもんね。見て、もうね、ご飯食べてお腹がぽっこりなの。見えるか。こんな感じです。もうね、今日朝、もう10時間以上はメイクしてるからね。もうちょっとさすがにあれなんですけど。でも10時間撮ってる俺にはまだ残ってる方で。多分今日はでもマジ爆睡、大爆睡だと思う。
今日もね4時何分起きだからね。4時何分に起きて、始発で徳島来て、明日徳島またお仕事 2days。 福ちゃんのストーリーに死ぬほどね動画上がってるからね、見てほしい。気温はね、なんかね携帯で見たらなんか徳島今日、まあ市内の方から美波町っていう、ほんと南の方まで行ったんですけど、10度って書いてたんだけど、マジ10度の気温じゃない、マジで寒すぎて。私結構寒さには強い方なんですよ。そのもう寒いって分かってたら耐えれるんだけど、さすがにもう一日通じたらね、一日経ったらね、もうちょっともうさすがにもうなんかおかしいね、体が、感覚が鈍ってきてるっていうか、うん。今日はまあご飯屋さん、定食屋さんからご飯屋さん、定食屋さんからお寺から山からラーメンから、あとはバーも行きました、ね、でもこの時間すごくない？超いろいろ行きました。結構普通にご飯的にはまあ普通にね、朝抜いて昼食べて、でまあ夜さっきラーメン食べてみたいな感じだから、まあ普通は普通なんだけど、ね、結構なんか満足感がすごくて、今日はお風呂で汗かいてしっかりむくみをとって明日に備えたいなと思うんですけど、何ラーメン？徳島ラーメン。なんか今日は新しい、なんかあの行ったことあるラーメン屋さんなんだけど、新しい店舗ができたみたいで、そこにお邪魔したんですけど、いや今日もね、なんかやっぱね、わかんないけどすごい徐々に、あ、STA って知ってくれてるのかなっていうのを実感しつつあるかも。今日も一つ目、一箇所目から定食屋さんで STU って言われて、あのおばさん、お母さん、お母さんのね、お母さん、お母様に二人に声かけていただいて、そう、 STU、 してくれてるんですかって言ったら、あのゴジカルに出てたのを前見たことがあるよみたいな、徳島出身の子がなんかいたよねみたいな、あ、私ですって言って、嬉しいなと思いましたね。うん、でそこのなんか店員さんもなんかアワータイムトリップ、あの NHK の番組のやつ、そう見てくださってたみたいで、前芸人さんと NHK の番組出てたよねって言っていただいて、そうだね、
まあ、7年間いろいろまあいろいろね番組も出てきていろいろ出演してきたけど、こうやってこう街の方から言っていただけることってあんまりなかったから、やっぱり徐々に浸透しつつあるのかなっていうのをすごく肌で感じた1年でした。1年じゃないダメだもう今日喋らんない1日だった。1年だってもう1年振り返りしてる。そうそう、これからいや今日はもう終わりなんだけどね。昨日マジ全然寝れなくて、やっぱ朝が早い時ってねなんか寝なきゃって思っても全然寝れなくて、もう今日始発だったからなんか4時45分に起きたいなと思ってて、でもなんか半ぐらいからアラームかけて、でも大体なんかこう3時間4時間ぐらいがいいって言うじゃん、なんか起きれるってなったら。昨日も結構遅い時間までレッスンだったからってなったら何時だ1時とかには寝ようって思ってても全然寝れなくて、目閉じとっても気づいたらもう1時過ぎて2時来てみたいな、あれ寝れないってな、多分1時間ぐらい目つぶったらもう時間だったんだよね。でも起きれたからよかった。で移動中も全然寝れなくて、もうずっとうどうどうどうと、あ眠たいなって思いながら気づいたらみたいな感じで、多分今日はマジ爆睡、明日がマジで起きれるか。ただね、横もマネージャーさんで横を服ちゃったから、そこが唯一の救い。今日も可愛い、ありがとうございます。今日はね、ハーフアップ、今日は雨だったからね、マジ今日雨風やばすぎて、だからもう雨で負けてもいいようにこうまとめたんですけど、なんでしてるの服なん、仕事だったんですよ、ホテル。今日は今から着替える、ちょっと着替える前に制服で配信しようかなと思って。レアでしょ、だからもう結構インスタの方にも載せてるんですけど、福ちゃんがマジ実況みたいな感じでストーリーめちゃくちゃ撮ってくれて上げてくれて、私もちょこちょこ登場してるので、うん、靴下脱ぐ、靴下確かレアでしょ、マジ見てほしいね、福ちゃんのインスタ。あやばい足が、あー一緒、お家ホテルだからね、自分の部屋で着替えてるだけで、いつもはお家には持って帰らない。歩きっぷ、そうだね、車でも移動だったんだけど、まあなんか乗ったり降りたりって結構やっぱ体力使うっていうか、雨がすごすぎてね、寒さで結構体力奪われた。いろんな方とね今日も出会えて、そうたくさんの方と、いや今日はねこの後ちょっと幼なじみと、昨日その寝れない時に明日徳島行くよって言って幼なじみに連絡して、そう急遽ね会うことになったんです。今向かってきてくれてるホテルに、なんか後でちょっと車の中で配信するよ、いつもの幼なじみに。てかさ、あ、着いたっぽい。
ちょっと着替えていい？ちょっと着替えをね、ちょっとみんなちょっと見さらんないから、やばいね、お腹いっぱいだ、めっちゃお腹がポンポコリン、お腹がいっぱい、私の幼馴染はね、最近ではないけど1年ぐらい前か分からんけど、最近市内に引っ越したんですよ。だから市内でね、市内でね、仕事終わったらねすぐに会えるから結構いいね、これはありがたい。もはや私のために市内に引っ越したのかってくらい、の気持ち。よいしょ。やばい。もう何もいらないか、何がいるんだこれ。今日の徳島はマジ控えめに言ってマジで気温何度なのかガチで知りたい。絶対10度もない。絶対10度もないね。そう、雨風がね、すごかった。今も雨降ってて。着替え完了。あー、私服が落ち着くね。プレゼントもらったマフラーを昨日開封して今日つけました。かわいい。
早速めっちゃ似合ってる、嬉しい、可愛いでしょ。ちょっと薄手のマフラーっぽいからね、めっちゃいいのよ。でもさっきもねスカートだったからさ、マジちょうどいい、なんかめちゃくちゃあったかく感じる。よいしょ。ちょっと暖房が効いてきたね。この暖房に当たったらちょっと眠たくなるね。朝がなんか仕事終わったら野菜持ってくるって何か言ってた。だってブロッコリーとかいろいろ持ってきてくれるし、デロリーさん、何がいるの？確かにこうやってあったら学生の今日も中ビタを摂取しました、ありがとうございます。ちょっと車に移動しますね。車に移動するね。ちょっと待ってて。多分すぐもう5分ぐらいで始まるから通知多分行かないと思う。